おい、完全に勝ちゲームやないか今日、マジで。ほんまに今日はマジで言いたいこといっぱいあるぞ。ほんまに、スタメンの発表から、サードをカズマにしてファーストウレーニャ。で、ね、明日が、菅野さんが先発やから、小林捕手がね、被るスタメンなのは確定なんで、今日もね、岸田捕手でもよかったんちゃうかなとかも思うし、ちょっとね、今日の采配というか、なんか、舐め腐ったとは言わないけど、なんか試したい人がいっぱいいるんやろなーっていう風に感じました。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、ライオンズ対ジャイアンツの試合解説、徹底解説の報道をやっていきたいと思います。はい、結果はですね、3対4でジャイアンツ、さよなら負けという形になっております。はい、地獄ですよ。はい、勝ちゲームなんですよ。今言いましたけどね。はい、マジで、言いたいこと今日いっぱいあるんですけどね。うん。まず最初に、まずウレーニャファーストっていうやつね。まあ言ってたからやるんだろうなとは思ってたんだけど、どうなのっていうところ。まあウレーニャもね、なかなかチャンスがなくて、なかなかね、結果が出せてないっていうところあるから、もうちょい上げて、それでもう結果が出ないんだったらダメだよねっていうところだと思うので、まあね、仕方がないとこかもしれないけど、ちょっとね、まあネット上では愛人枠とかなんか言われてますけども、まあそう言われてもね、まあ今現状結果がずっと出せてないので、まあ仕方ないかなとも思いますと。で、僕が言ったのは、菅野さんがね、ピッチャーなんで、先発なんで、まあ、誠司さんがね、被るのは確定なんで、だったら、今日も岸田選手で、まあ、又木選手っていうのは、まあ、年も近いだろうし、そういったところで、まあ、これからの、バッテリーっていうところでね、組んでいくっていうのもありだったんじゃないかな、というふうに思いますし、まあね、意図としては多分、初先発だし、まあ、緊張もあるから、ベテランのキャッチャーが座った方がいいだろうっていうところで、多分おそらくね、起用があったと思うんですけども、まあ、そういったところもね、まあ、考え方の違いだと思うんですけども、まあそこも思いましたし、まあそうですね、まあ立岡さんもね、まあいいところでいい活躍はしてくれてるんだけど、まあチャンスの場面でね、代打出しても、まあ良かったんじゃないかな、もし本気で勝つとしたらね、勝つとしたら、そういう采配もありだったんちゃうかなというふうに思うんですけど、まあウレーニャ選手もそうだし、まあ立岡選手に対しても、やはり、まあ、なんかコメントかなんかで、安倍さんのコメントかなんかで、打席数をこう、もっと上げたいみたいなことは言ってたんで、そういったところで、まあ今日ね、まあ昨日勝って、まあ西武というところで、まあなかなかね、調子が上がってないチームなんで、まあ今日ね、最悪負けても、みたいなところの、感じはね、ちょっとね、まあスタメンから見受けられたというか、すごく感じられたんで、まあ完全に勝ちゲームであったんですけど、まあ今言ったようなところを抜くと、それ以外の原因というか要因を抜くと、まあ、初先発で申し訳ないですけど、又木選手と大江選手の、投手のですね、まあフォアボールっていうのがちょっとね、まあ負けに繋がったんちゃうかなっていうふうに僕は思ってます。はい、じゃあね、さらっとね、得点シーン振り返っていきまして、僕が気になったところをね、こっちで見ていきたいと思います。じゃあね、はい、まず先制したのはですね、6回表、ジャイアンツだったんですよね。ノーアウト満塁から吉川選手の、これ結構珍しいプレーなんですけど、ライトゴロね、満塁で、ライトにポテンヒットを打って、2塁でね、フォースアウトをしたんで、まあヒットにはなってないんですけど、記録上ヒットではないんですけども、まあ点が入ったという形。で、ワンアウト1、3塁から岡本選手の、まあ犠牲フライで1点というところで、この回2点取りますと。で、7回裏ですね、このワンアウト1、2塁から、殿ヶ崎選手のレフト前で1点を返しますと。で、8回表、ワンアウト満塁から、岡本選手の犠牲フライで1点というところで、この時点で3対1なんですよね。うん、ここまでは良かった。で、8回裏、先頭のピンチヒッター、元山選手にホームランを打たれると。で、1点。で、ここでもまだ3対2なんですよね。で、まあ、巨人お得意の接戦ゲームを勝ち切れるかっていうところで、まあ、9回裏ですね、2アウト1、2塁から、ヒルマ選手に、レフト前ヒットで、1点。で、2アウト1、2塁から、元山選手に、ライト前ヒットで1点というところで、まあ、バルドナード選手がね、打たれてしまったというところです。まあ、僕の感想としては、まあ、バルドナード選手にね、すごく助けてもらってきてるというか、もうすっごいピッチャーなんで、正直ね、今、
今回負けましたけども、勝たせてもらった試合の方が圧倒的に多いから、別にそんなね、攻めようとも思ってないし、まあ攻められるね、わけでもないんですけども、まあ今日の投球見てると、やはりちょっとボール先行がね、多かったのかなというふうに思ってて、まあストレートも、まあ非常に、球が速かった、走りは良かったんですけども、やはりね、ボール先行してるというところで、バッターがね、100% まっすぐの比重で、振ってくる、狙ってくるんで、まあ、うまくね、捉えられたかなっていう感じはしてますと。まあ、ちょっとね、初めてね、初めての球場であったりとか、まあ、球場によってマウンドが違ったりとか、まあ、いろいろ要素はありますから、そういったところもね、まあ、まあ別にバルちゃんを攻めようとも思ってないし、これまで逆に助けてきてくれてありがとうレベルなんで、だから、バルナード以外のところを、原因としてね、僕は、今日ね、解説していこうかなというふうに思います。はい。じゃあね、右側でね、僕が気になったところ、なんで今日、ジャイアンツは負けたのかと。なんでライオンズは勝てたのかとかね、流れが変わったのはここですとか、そういったところをちょっとね、詳しく見ていきたいなというふうに思っております。はい。まず1回裏ですね、やはり、マナキ同士ね、初先発って緊張しますと。うん。やっぱり2軍で、ある程度投げてきましたけども、まあ、やっぱり1軍のマウンドはね、違いますし、やはり観客も全然入ってる量も違いますし、アドレナリンとかもね、たくさん上がってますと。で、そこで、やはり、制球というところがね、なかなかこう、安定しなかったっていうのはあると思います。で、1回裏で源田選手にセンター前ヒット打たれますと。で、バント決められますと、滝沢選手にね。で、ワンアウト2塁で、レフトフライ。殿崎選手のレフトフライ。よかったです。で、2アウト2塁から中村選手にフォアボール。で、2アウト1、2塁、昼間選手いうところなんですけど、ここでね、例えばこう、先制タイムリーで打たれてしまうとですね、結構流れて一気にガーンっていったりするんですけど、ここでなんとかね、セカンドゴロに打ち取れたっていうのは、また木選手の、心もそうだし、チームとしても非常に大きい、抑えた、ところだったなというふうに思います。で、3回目はですね、ワンアウト、ランナーなしから滝沢選手にフォアボールね。で、ワンアウト一塁から、スチールを成功させられると。成功させられて、で、殿崎選手にもフォアボールを出してしまうと。で、ここですよね、ワンアウト一、二塁で中村選手、まあ昨日ね、ホームラン、打ってますと。で、そこで、非常に警戒する、バッターなんですけども、そこをね、しっかり、ストレートでね、押し込んで、セカンドフライに打ち取れたっていうのは非常に良かったと思うし、今日ね、フォアボール6個出してるんですよ。まあ普通6個って、まあ出しすぎなんですよね。で、まあ僕がよく言われたのは、フォアボール1個で、1失点だと思えっていうふうに言われてて、というのも、だいたいフォアボールの数っていうのは、失点の数とリンクするよっていうふうに言われてて、まあ6個フォアボール出してんだったら、6失点する可能性もあったっていうところなんですよ。ただ、やはり、コントロールは全然安定してないんだけど、まっすぐっていうところが、やはり、フォームがゆったりしてて、ストレートがピュッてくるんで、結構ね、押し込んでたというか、高めを空振り取ったりとか、ボールの下っ面を叩いてフライ打ち上げたりとかっていうのをしてたんで、まあ初見っていうのもあると思うんですけども、やはりそういった球のキレみたいなところはあるかなっていうふうに思うんですけども、やはりフォアボール6個はちょっとやりすぎやし、乗り切れないですよね。キャッチャーもあんまりこう配球にならないというか、やはりこう、取れるボールでと、取っていかないとっていうふうな思考になってくるんで、だから配球にもならないし、やっぱりチームとしてもね、またフォアボールかと、ツーアウトからまたフォアボールかとか、またファウルかっていう風にね、ちょっと、なんて言うんだろう。なんて言うの、こう、乗り切れない感じがあるんで、そういったところで、まあ、安倍監督のコメント見てましたけども、なんかその次の先発のチャンスはちょっと考えますって言ってたのは、そういったところじゃないかなっていう風に思います。で、5回表ですね、ここですね、まあ、チャンスで、点が入らなかったっていうところですけども、先頭、岡本選手、レフト前ヒット。はい。で、ノーアウト1塁で、大城選手が、まあ、上がってきて、昇格後、初ヒット、センター前ヒットですね。で、ノーアウト1、2塁で、出口選手がバント。まあ、これね、ノーアウト1、2塁で、まあ、その、まあ、次がウレーニャと、聖司さんっていうところで、まあ、どうかなっていうふうに思ったバントなんですけども、まあ、ここはね、安倍野球っていうところで、バントで、やると。で、ワンアウト2、3塁で、ウレーニャ選手が見逃し三振ね。これも、スライダーボール、カットボールボール。で、ストレート、空振りと。で、ストレートファールというところ。で、ピッチャーのね、渡辺投手かな。最後の球ね、結構首振ってたんですよね。だから、もしかしたらウェイヤン選手の中で変化球ちゃうかと。大体首振ったら変化球って結構多いんですよ。だから、あんだけ首振ってたんで、変化球ちゃうかって思わしといて、最後ね、ストレートでドーンって押されて見逃し三振したんで、ちょっとね、これは、
まあ、裏行かれたかなっていう感じはあるんですけど、やっぱりこの、ワンアウト二三塁の、やはり一人目、ウレイナ選手がどういう打撃をするかっていうところで、非常に大事だと思うので、ここで見逃し三振っていうのはちょっとね、ちょっときついなというか、しんどいなっていう感じはしますと。で、ツーアウト二三塁で小林選手がライトフライというところで、まあ、この回点入らないというところ。で、6回もでね、これ非常にいいなと思った、場面を紹介させてください。で、ノーアウトから、立岡さんがね、ライト前ヒット。で、丸さんがセンター前ヒット打ったんですよね。で、2連打っていうのは結構続くんですよ。うん。なんだけど、3連打ってあんまり続かない。うん、実際ね。で、ノーアウト1、2塁でヘルナンデスが、これね、3連打目のこれ、レフト前ヒット打ったんですけど、これね、非常にね、このヘルナンデスの頭の良さというか、結構この配球とか読んできてるなっていう感じがありまして、1打席目、2打席目が非常にね、カーブであったりとか、スライダーっていうところで、打ち取られてた。ほとんど変化球攻めだったんですね。ストレートほとんどないんちゃうかっていうぐらいの感じでね、攻められてたんですよ。なんですけども、この最後のね、この3打席目の時に、ストレート来て、で、2球目カーブ来たんですけど、そのカーブをね、やっぱり1打席目、2打席目で、あんだけ変化球をね、変化球で打ち取られてるんで、それを狙ってってね、しっかりヒット打ったっていうところで、非常にクレバーな選手というか、非常にその攻め方とか、相手の配球とか読みながら打つバッターだなというふうに思って、まあ、コンタクト能力もそうだし、そういう頭を使って、やるっていうところは非常に日本向きなのかなというふうに思うので、非常にね、これはね、ナイスバッティングだったと思うし、ヘルナンデスが頭を使って考えながら野球してるなっていうところの、まあ、証明にもなるかなっていうふうに思います。で、ノーアウト、満塁からですね、吉川選手が、まあ、先ほど言った、ライトゴロというところで1点入ると。で、ワンアウト1、3塁で、岡本選手の犠牲フライ。で、2点目入るというところですと。はい。で、次、6回裏ですね。これ、非常に、まあ、ピンチを脱出したっていうところなんですけど、まあ、ノーアウトから、中村選手にレフト前ヒット打たれますと。で、ノーアウト中で蛭間選手を押し込んだ形でね、ライトフライに打ち取ると。で、ワンアウト中で岸選手をセカンドフライに打ち取ると。ストレートを意識させといて、ね、前のバッターストレートどんどん来てたんで、岸選手もね、ストレート来るやろと思ってる中、チェンジアップで抜いて、いい感じでセカンドフライに打ち取ると。で、ここで、よし、佐藤選手も打ち取ってチェンジやっていう時に、またこのツーアウト1塁からこれファーボール出すんですよね。だからこういったところが乗り切れないところなんですよ。うん。ベンチからしたら、あ、これで終わるやろうと思ったら、おい、終わらんのかいみたいな、ファーボール出すんかいみたいな、この感じになるんで、これがね、良くないですよね。で、ツーアウト1、2塁で、古賀選手が、まあ、ストレート、初球のストレート狙ってきましたけども、レフトフライというところで、まあ、抑えた。結果的には抑えたんだけど、これね、正直まあ初登板でね、そんな言うのもちょっとあれなんですけど、まあ結果往来というかね、大量得点してもおかしくないピッチングだったなっていうふうに思いますと。はい、で7回もですね、ここですね、はい、気になりました僕ね。これは展開が変わったというか、流れが変わったプレーだと思いますと。で、先頭伊豆選手ファーボール出たんですよね。はい、でそれが良かったです。なんですけども、ノアで自由でウレイナ選手の打席の時に、キャッチャーからの牽制でね、伊豆口選手がアウトになってしまうんですよ、ファーストで。で、おそらくですけど、パリーグの試合で、データが絶対あるわけですよ。キャッチャーの古賀は、積極的に、キャッチャーからの牽制を投げてくるっていう、データは絶対あるはずなんですよ。で、それを、まあ、伊豆口選手が頭にちゃんと入ってたかどうか。で、もし入ってないんだったら、それはダメだし、どう考えても。うん。やし、やはり、試合前にね、いろんなデータが渡されたりとか言われたりしますし、やっぱ塁出てね、キャッチャーが狙ってくるとかいうところもありますから、ここで、せっかくノーアウトのランナー、フォアボール出たのに、それでキャッチャーからの牽制、まあ確かにキャッチャー上手かったですよ。小川選手、取ってね、変化球を取ってすぐパーンと投げたんで、まあちょっとね、難しかったかもしれないけど、でもそれでも絶対アウトになったらダメなんですよね。で、僕はこれで確実に、流れ変わったと思います。で、これ7回ぐらいでしょ。これ結局こういうプレイがあった後、点取られるんですよ。で、ピッチャー応援に変わって、で、金子選手をね、空振り三振取ると。で、ここですよね、ワンアウト、ランナーなしで、源田選手にフォアボールね、これはちょっとね、いただけないなっていうか、やっぱ左のサイドなんでね、やっぱ左を抑えるために出てきてると思うんです。なんだけど、金子選手を抑えて、右の金子選手、まあスイッチですけども、金子選手を抑えて、で、源田選手にフォアボール出して、で、ワンアウト10位で、滝沢選手にレフト前ヒット打たれてっていうところで、左抑えようと思って、抑えてくれって言って出してんのに、左にフォアボールとヒット打たれるって、ちょっとね、これはね、
内容としては良くないなというか、なんかその、去年言われてたお前さんたち集がちょっとしますというところはありますと。で、ワンアウト一、二塁で、まあこういうね、ところを見かねて、まあ右だったっていうのもあると思うんですけど、船場様投手を出しますと。で、船場様投手、いい感じで、ストレート4球で、2エンド2に追い込んだんですけど、最後のスライダーが、ね、真ん中高めに入ってしまって、レフト前ヒット。まあこれも、ちょっとね、もったいなかったっていうのはあるんだけど、やはり、まあ前の大江投手がしっかりある程度やっぱ投げてたら、まあこういうことにはなってなかったと思うので、まあ船場様投手も、攻められるべき、攻めようとは思ってないですね。はい。で、ワンアウト1、2塁で中村選手をピッチャーゴロ。これは良かった。非常に良かった。で、ツーアウト2、3塁で蛭間選手ね。ここでまた高梨投手を投入すると。で、まあ、ピッチャーゴロに打ち取って、しっかりね、ストレートを意識させながら、シュートを投げながら、インサイド投げながら、最後スライダーでというところで、ピッチャーゴロ打ち取ってね。まあ、これは良かったんですけども、やはりね、大江投手の投球っていうのはちょっと悔やまれるなっていう感じはしますと。で、次、8回表ですね、ここ。結局、まあ、相手のね、西武、ライオンズのピッチャーでこれ、この回ね、佐藤投手っていうのが出てくるんですよ。で、結局これ、先頭の立岡さんにフォアボールで、ノーアウト一塁で、丸選手、セカンドゴロ。で、ワンアウト一塁、ヘルナンデスフォアボール。ワンアウト一、二塁、吉川選手フォアボールというところで、もう地獄みたいなことしてるんですよ。うん。地獄。言ったら、4人の打者に対して3つフォアボール出してるんですよね。で、それで、平井投手が出てきて、ワンアウト満塁でね、岡本選手が犠牲フライで、まあ、1点取りましたけども、まあ、こういったことをしてるから、僕はね、ライオンズって、なかなか勝ちきれないんだろうな、っていうふうに僕思ってたんですよ。この時にはね。はい。で、やはり、まあ、フォアボールっていうのは、ほんまに、流れ変えたりとかしますし、まあ、あんだけね、安倍さんが真ん中に投げろっていうのも、まあ、納得やろうなっていう感じはしますと。やはりこれ、しらけるし、正直こんな。もしこれ、巨人のピッチャーがこんな投球してたら、僕、ぶち切れしてるんで、多分ね。だから、今日負けましたけども、負けたけど、やっぱり、僕、今日勝ったとしても、今日ね、ジャイアンツの攻撃陣とか、攻めようと思ってたんですよ。言おうと思ってたんですけど、まあ、やっぱり、こういうね、先ほど言ったように、まあ、大江もそうやし、また木もこんだけフォアボール出してると、やはり、出してなかったランナーをフォアボールで出してるわけだから、うん、まあ、言ったらピッチャーのエラーみたいなもんだから、うん。だから、結局最後ね、サヨナラとか、本山選手とか、蛭間選手とか打たれましたけども、やっぱ、またき選手が6個出してて、大江投手も1個出してるから、7個、なんていう余分に回ってるわけじゃないですか、打線がね。だから、こういう巡り合わせになったりすると思うんで、だから、まあ、そのね、絶対ゼロに抑えろとか、フォアボールを0個でとかいう風なことは言わないんだけど、やっぱりね、ここ出したらあかんっていうところはあるから、うん。今日は僕は、まあ、勝ち試合とは絶対思うんだけど、絶対勝ち試合だと思うんだけど、やっぱりこんだけ無駄な、進塁をさせてるってことは、やはりそういう巡り合わせとか、やっぱり、ね、展開とかっていうのはあると思うんで、やはりね、なんか、うん、勝ち試合なんだけど、負けて当然かなっていう感じはありますと。で、最後も9回裏もですね、バルちゃん出てきて、まあね、打たれたりするんですけども、まあさっき言ったようにね、まあボール先行になることが多かったですと。まあそれは、マウンドが合ってなかったのかとか、まあいろいろ要素はあるし、これまで助けてくれたから、そんな僕は言うつもりはないんだけど、でもこれはね、素晴らしかった。源田選手ね。先頭の源田選手が、まあレフト前ヒット打つんだけど、これね、11球粘ってるんですよ。11球。それに、2ストライク、ノーボールから、3-2 まで行って11球粘ってるんですよ。だからもうこれ死ぬ気でやってますよね。これどう考えても。バルドナード、いい投手のは分かってるから、源田選手ね。だから、2ストライクからでも、ポイントを近くしてファールって最後レフト前ヒット打ってるわけですから、もうこの、レフト前ヒットがもう全てですよね。うん。まあ、後からね、打たれたとかもあるんだけど、やはり、これで、バルドナード選手の、ちょっとこう、投手の、まあ、調子狂ったというか、これ、先頭バッターにね、アウトも取れず、11球も投げて、ヒットも打たれるというところで、まあ、地獄みたいなね、打撃をされたというか、まあ、まあ、源田選手から言うと、最高の打撃をしたっていうふうに、まあ、思いました。はい、そんな感じでね、今日はちょっとね、ほんと地獄というか、まあ、その、完全に勝ちゲームなんですよ。みんなもね、今日勝ててたと思ったでしょ、正直。僕も思ったんですけど、やはり、牽制士とかね、牽制でアウトになったりとか、まあ、三四球、まあ、これよく言えばですよ。三四球出してんのに、1点で抑えられたとか、まあ、やはりね、そういったところ、まあ、大江投手のね、左対策で出してんのに、左に対して、
かり出してどうすんねんっていうところとか、もっと言うと、ね、まあ、ウリエリアの見逃し三振も、まあ、なんとかバットに当ててほしかったなっていうのもあるしっていうところで、まあ、言えば、キリがないんだけど、やはり、まあ、安倍監督の、まあ、思想の中にというか、頭の中にはですね、まあ、その、ウレーニャ選手が、なんかその、立岡さんもそうだけど、やっぱりこう、もうちょいチャンスをあげたいというか、なんて言うんだろう、打席数を確保させてあげたいっていうのがあるんで、だから、まあ、そこね、まあ、今日、本当は勝ちゲームで、本当に勝ちだけにこだわったらね、多分、絶対勝てたと思うんですよ。まあ、負け惜しみとかじゃないんだけど、だけど、まあ、欲を言えば、よく言えばね、まあ、長期を見据えてるというか、まあ、坂本選手を休ませながら、ちょっとね、若手の選手だったりとか、あまり使ってない選手を使いつつ、チャンスを与えつつ、その選手たちが本当に使えるのかどうかっていうのを、まあ、確認してるみたいな意味合いもあるのかな、というふうに思うので、まあ、今日はね、まあ、正直ジャイアンツファンからしたら、ファンからしたらですね、毎日勝ってほしいというふうに思うんだけど、まあそういったこともなかなか難しいというところで、まあそういう、まあ長期目線じゃないけど、そういったところをね、見ながら、采配されてるのかなーっていうふうに、僕は思いました。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。こんな感じで今日は終わります。じゃあね、バイバイ。